娘の菅野被告は父親である直人さんの胸を包丁で刺して殺害したとみられています。聖屋の菅野、取材したいと思ってるんだ。下手に手を出すと怪我するよ。嘘つきなんですよ私って。え、なぜ彼女は父を殺したのか。なんで菅野さんを信じてあげないの。真実なのかそれが。動機はそちらで見つけてください。ファーストラブ。